ビクトリーガンダム、概要、LM312V4 ビクトリーガンダムは、リガ・ミリティアが独自に開発を進めた、汎用量産型モビルスーツである。この機体は、量産型モビルスーツとはいえ、当時の最先端の技術が盛り込まれたもので、まさにガンダムの名を冠するに、ふさわしい機体である。また、この機体の設計には、抵抗運動を行っている、リガ・ミリティアの実情が、大きく反映されており、ザンスカール帝国に発見されないよう、極秘に開発が進められた結果、機体の細分化による、生産拠点の分散化、という措置が取られている。開発に際しては、戦術した極秘開発である点に加え、抵抗運動の、象徴的位置づけとしての役割も持たされたことから、かつて伝説となった白いモビルスーツ、RX78 ガンダムの開発コンセプトの一つであるコアブロックシステムを採用している。しかしながら本気のコアブロックは RX78 の設計を推し進めたものとなっており、従来 A パーツ上半身、B パーツ下半身、コアブロックという構成であったものを、本機はトップリム、A パーツ腕部プラス腹部、ボトムリム C パーツ腰部プラス脚部、コアブロック胸部プラス頭部、という構成に変更しており、まさにコアブロックが機体のコアとして、位置づけられているのである。また、さらに、コアブロック以外のパーツは、分離合体に関する、基本設計に準じた構成であれば、多少異なった設計が導入されていても、ドッキングには影響しないという、フレキシビリティに富んだものとなっている。同様に、これらのパーツには、新規パーツ運用のための、プラットフォーム的な、機能も持たされていたが、残念ながら、ザンスカール帝国との、一連の戦争においては、ほとんど機能することはなかった。外付け型の追加兵装については、ダッシュユニットなど実現しているが、本体に新機能を追加するというプランは、実現していないのである。結果的に、ビクトリータイプは、リガ・ミリティアの掌握した様々な工場で、生産できる部位から、次々に生産されていたことから、いわゆる、ガンダムタイプモビルスーツとしては、異例の生産数を誇っている、と同時に、パーツごとに生産されたため、最終的な総生産数も不明である。実際、リガ・ミリティアの構築した戦線では、必ずと言っていいほど、V タイプを確認することができ、抵抗のシンボルとして、ガンダムタイプを見ていた、スペースノイドに対して、強烈なイメージを与えたことは、想像に難くない。なお、一説には、ガンイージをはじめとする、E シリーズよりも、ビクトリータイプの生産数が、多かったとも言われており、その生産コストは、ガンイージよりは高額だっただろうが、一般的な連邦量産機と、大差ないレベルだったとも言われている。次世代のビクトリータイプ、前述した通り、ビクトリーガンダムは、そのユニット構造を利用して、様々なオプションの開発が、想定されていた。これは、後にロールアウトする、SDVB3A、通称ダッシュユニットなどの、外部装着型オプションのみなら、新型のハンガートップリム、ブーツボトムリムすら、考慮に入れられていたとも言われている。また、逆に新型のコアファイターが、開発された場合には、従来の試算、すなわち、ハンガーやブーツを、利用することで、戦力の底上げすら、可能だと想定されていたのである。このコアファイターの感想による、機能拡張は、ヘキサタイプの実用化はなったのもの、次世代の新型エンジンとされる、ミノフスキードライブを搭載した、試作型コアファイターの搭載時には、フレームそのものが強度不足に陥り、結果として新規の機体フレームの、
設計が必要になったとされている。これは、ビクトリーガンダムの基本設計の問題ではなく、あくまでもミノフスキードライブが規格外すぎたという点に問題があるのだが、そもそもミノフスキードライブ搭載型コアファイターの建造が困難であったということを鑑みれば、新規開発のハンガーブーツには介護完成を持たせておくべきではなかったかとも考えられる。無論、実際のところ、介護完成を持たせることで、強度が低下してしまうという問題が発生していた可能性は否定できないのだが、一説によると、V2 ガンダム以降も想定されていたと言われるが、推進装置としては、ある種究極とも言える、ミノフスキードライブを搭載した、コアファイターが、実現できていた点を鑑みると、この次世代のビクトリーガンダム、V3 ガンダムに相当するのかは、V2 ガンダムをビクトリーガンダム並みに、多様性のある機体へと、再設計したものだと考えられる。ビクトリーガンダムの実戦運用。ビクトリーガンダムはザンスカール戦争時に、リガミリティア型ザンスカール軍に投入した機体である。開発当初は、機体のパーツも揃っておらず、カミオン隊によって、各地のパーツを集めて、運用している状況であった。なお、この際に、一部初期型とされる、機体も運用されているが、前述の通り、ビクトリータイプは、多少の差異が存在しても、機体そのものの運用には、何ら支障はない。この際、東欧地域を移動中のカミオン隊が、ポイントカサレリアと呼ばれる地域を、通過したのは、後の歴史から見れば、約束された必然であった。彼の地で、ビクトリーを狩ることになったのは、若干13歳の、ウッソエビンと名乗る少年であった。ウッソの手により、運用されたビクトリーガンダムは、ザンスカール軍の、攻勢にさらされながらも、一定の戦果を上げることとなる。この後、コアファイターの、量産体制が整うと、各地にビクトリーガンダムの配備が進められ、通信機能強化型のヘキサタイプを含め、数多くの機体がリガミリティアの前線を支えることとなった。一方、ウッソが新たなモビルスーツ V2A、その蒸気を変更すると、これまで運用されてきた機体は、シュラク隊によって運用され、リガミリティアの象徴として君臨し続けたという武装、バルカン砲、口径 25mm、装弾数258発。これまでのガンダムタイプと同様に、頭部に2門内蔵されている、主に接近戦での抑止力として使用される、コアファイター形態では、唯一の固定武装となる。また、各種ファイター形態では、頭部を引き出し、降車格の旋回砲台としても、使用可能だが、形状から空力特性が、著しく不安定になるため、大気圏内での使用には、高い操縦技術が要求される、ビームライフル、ガンイージと共通する、リガミリティアの標準装備は、MS 本体と同様に、ユニット化が進んでおり、メガ粒子発信機である、ビームピストルを中心にサイト、粒子加速増幅用のバレル、エネルギーユニットを組み合わせて、形成されている。そのため、戦闘中に、バレルなどが破損しても、ビームピストル部が無事であれば、出力や射程距離の低下と引き換えに、取り外して運用を継続することができ、メンテナンス作業や、コストの軽減につながる、内蔵されたエネルギーキャップと、E-PAC の複合システムを採用し、モビルスーツ本体に取り付けられた、ジェネレーターから直接充電される、本体は、マニピュレーターで固定されるだけでなく、肘や腰、ふくらはぎのハードポイントに、直接取り付けられる設計になっている。もちろん、付属の E-PAC により、
本体からのエネルギー供給がなくても、10秒以上の連続発射が可能。開発当初はトラップとして、あるいはトレーラーに吊り上げて、簡易移動砲台として使用されていた、ビームサーベル、近接戦闘用の斬撃武器、片方の前腕部、ビームシールドの付け根に収納されており、手首の角度を一時的に変えることで取り外すことができる、宇宙世紀0090年代から標準装備されている、アイドリングリミッター機能を持ち、ジェネレーターは U 字型で、アイフィールドの形状を変えることで、ビーム波扇状に展開させることができる、宇宙世紀0150年代には、本機のみならず各陣営の、ビームサーベルのビームの厚みが、糸のように薄くなっており、ビーム収束率の向上が伺える、ビームシールド、両肘に装着する防御用の兵装、ビームを平面的に展開することで、敵のビーム兵器や、実弾兵器から身を守る、シールドの大きさは出力に応じて、自由に調整でき、短時間で、最大150から200メートルの距離まで展開でき、艦艇を防御するのに十分な性能を持っている。ジェネレーターは縦軸280度回転することができ、非常に広い可動域を実現している。ビームシールドによくあることだが、射撃時に本体の動作を妨げないよう、コンピュータが自動的にビームの展開範囲を調整する。余談だが、過渡期はじめ氏の初期図面では、ビームシールド基部に収納された、2本のビームサーベルのビーム発生器を、90度折りたたんで、ビームシールド発生器としており、両腕のビームサーベルと、ビームシールドを同時に、使用できないことが考慮された。しかし、この構成では、戦闘描写が制限されてしまうため、最終的にはビームジェネレーターを別個にすることになった。ハードポイント、サナリーの F9 グレードや、この技術を導入したアナハイムのシルエットフォーミュラプロジェクト機で採用されたマルチウェポンコネクター、肘、膝、腰にある円形のパーツで、オプション兵装の接続、エネルギー供給が可能であり、基部から回転させることで、射角の自由度を、ある程度確保することができる。変形合体機構、軽い機体操作性、ウェポンラッチを、あらゆる箇所に備えた高い拡張性、ミノフスキーフライトによる、高い重力化飛行能力などの、機体固有の柔軟性、そしてパイロットであるウッソの発想力の高さによって圧倒的強さを誇った本機ビクトリーガンダムについてあなたはどのような印象を持たれたでしょうか。コメント欄より教えていただけましたら幸いです。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。この動画を気に入っていただけた方は、もう一本、このチャンネルの動画をご視聴いただけましたら幸いです。